こんにちは松本直之です私は普段まあ農家として野菜を育てているんですけれども今3足のわらじを履いてて一つがそのいわゆる農家野菜農家としてのわらじが一つともう一つは、まあ、この動画でお話ししているようにいわゆる新規収納したい人向けの情報発信収納支援っていうものをやってるのがもう一つで。この2つとまあ関連して 最近ではもう一つ講演活動っていうものもまあ行っているっていうような状況で今3足のわらじを履いてまあ歩いているっていうような今そんな状況なんですよ。で先日つい先日なんですけれどもあのインターネット上で「公園依頼 .com」っていうサイトがあってまあここ。 でいわゆるその有名人とか著名人の方にまあ講演を依頼したいっていう人がまあそこに来て「あこの人に講演依頼しよう」って言ってその講師とまあ依頼者をマッチングさせるっていうようなサービスサイトがあるんですけどもそこに先日あの松本尚之がまあ登録を させせていいたただきましのので、まあ、今回そのお知らせっていう形になりますこれいわゆる本当に、まあ、テレビに出ておられるような有名人の方芸能人有名人著名人、まあ、あとはスポーツ選手のような、まあ、誰でも知っているような方々が多数登録されているようなサイトでいわゆる公演を依頼する。 講師が集まっているようなサイトっていうのはいくつかあるんですけど、まあ、今回あの登録させていただいたところが一番大きいかなと思って、まあ、そこで今名前を連ねさせてもらっているような状況なんですけれどもこれもちろん誰でも簡単に登録できるものではなかったです。あの本当にに有名な方であれば、まあ、無条件に サイト運営側も当然まあ年ューの高い強い方を入れたいですのでまあ無条件に入れるんでしょうけど私みたいに無名な小さな小さな農家だとやっぱりある程度実績がなないいと通らないんですよ誰かも分かんないような人をそこに登録しちゃうとまあサイトにも傷つきますしそもそも依頼がないっていう話にもなりますのでまあ審査が多少あって。 あの一時審査二次審査ってあるんですよ一時審査は、まあ、書類選考というかあのプロフィールを提示してで今までどんな実績講演実績がありますよっていうのを提示してそれで、まあ、書類審査をするっていうのが一次審査でそこが通ると今度二次審査があってまあいわゆる実際に講演している。 音声であったり、映像であったり、そういうものをまあ送って、それを見て判断していただくっていう。まあ2段階審査があって、今回まあ両方通って無事登録をさせていただきました。もちろん登録されたからといって、いきなり仕事がバンバン入ってくるわけではないです。実際そこの講演依頼ドットコムっていうサイトの中には本当にたくさんの有名人の方々が登録されてますので。 まあ、よっぽどドンピシャで検索をかけられない限り私が表に出てきてあこの講師に依頼してみようっていうふうにはなかなかならないとは思うんですよ。ただまあプロ講師として登録されているっていうところが私にとってはものすごくプラスになりますし頼む側にとっても頼みやすくなるとは思うんですよ。でこれちょっとニュアンスがよくわからないかもしれないですけど。 例えば医師免許とか教員免許のようにいわゆるその教団に立つ患者に向かい合う資格を得たっていう,うなニュアンスでまあ大体合ってるかなと思いますし、まあ、国家資格なんでちょ,ちょっと違うかもしれないんですけど野菜ソムリエの資格を取ったっていう方がまあニュアンスとしては近いかもしれないです。あれはは国家資資格格ででないいすし野菜ソムリエの資格を持っているから と言ってあの公演依頼が来るとかっていうのは必ずしも直結してませんので、まあ、資格を持ったからその仕事に就くっていうことではないですけども実際まあプロ講師としての資格を得たっていうような感じになってますのでそこはまあ,あの私自身も。 プロですのでぜひご依頼くださいって言いやすくなりますし頼む側もあ,あそこに登録されてる人なんだから頼もうっていうふうに頼みやすくなると思うんですね。まあそういう意味で今回登録されたっていうのはまあ一つ大きなプラスかなとは思ってます。まあここで終わってしまうとただの告知動画になってしまうんでもうちょっとしゃべりますけど、あのー、先日、えー、と10年来の農業仲間というか 私が新規収納した頃に、まあ、同じように収納された方長く付き合いのある仲間と、まあ、ちょっと食事をする機会があって行ってきたんですけどその話をしている中でちょっと出たのがうんといわゆる農家っていうのは会社でいうと平社員なんですよ。まあ、現場に立つ人間 で実際に動いてお客さんと接してものを作って、まあ、売り上げを上げていくっていうのは平社員と同じような立場なわけですよ農家っていうのは。で会社組織っていうのは平社員だけで成り立ってるわけではなくてその上には当然ある程度グループリーダーがいたりとかまあ いわゆる管理職の方々がその上にいたりとかっていうふうにピラミッド構造を作ってトップにまあ代表取締役がいるとか CEO だなんだかんだっていたりっていうような組織を作って会社が成り立ってますよね。これ農農業業の場場合合はももちろんああります農業法人があっっててピラミッド構造を作ってる場合も ありますし生産グループみたいなものを作ってまあ新人教育がその中で行われるということももちろんあるんですけど農業全体ととしててれば平社員がもののすすごく多いっていっうう現状だと思うんですよでこれは構造的にちょっと弱いんじゃないかなって思う部分があって平社員の上にせめてリーダーがついてて。 例えば新規就農して最初の数年新人教育みたいな形で教える立場の人がやっぱり近くにいないとなかなか成長ってしづらいんじゃないかなっていうような話がちょっと出たんですよ。で確かにそうだなっていうふうには感じますしそのリーダー的管理職的なポジションが少ないんであればまあ私自身も 10年以上やってますから平社員としてそろそろ上に上がってもいいんじゃないかなっていうのは薄々感じてましたのでそれで今収納支援という形でこうやって動画でお話ししてたりとか、まあ、サイトを作って情報発信したりもちろんその一部有料教材っていう形で商品売ったりっていう形でまあバックアップをしているわけですよ。だから立ちち位置とととしししてててはもちろん平社員のの農家としての まあ仕事ももちろんありますそれは3足のわらじのうちの一つですし一つ上の立場になってリーダー的な立場になって、まあ、これから農業やりたい人向けにもしくは始めて間もない頃の、まあ、困ってる人向けに情報を出すっていうような一、まあ、つ上のポジションでもわらじを履いて今やってるわけですよ。でおそらく講演活動っていうのはもう 2個,2個ぐらい上の話になってくると思うんですよ。直接指導できるっていうよりはもっと広くたくさんの人にまあ思いを伝えるノウハウっていうのはちょっと違うかもしれないですけども、まあ、方向性を示すっていうふうな仕事になってくると思いますので講演の活動っていうのはなかなか難しそうではあるんですけども。 まあ、どん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 自分のポジションを変えていったりとかたくさんのわらじを履きながら、まあ、挑戦することに意味があるかなとは思ってますのでこれからもまあ講演活動どどんどん増やしてていきたいなと思ってます是非まあこれをご覧になっている方で、まあ、ポジション的に松本さんに依頼してみよう。 思えるような立場にいる方いらっしゃいましたらぜひ呼んでいただければ、まあ、日本国内であれば交通費出していただければどこでも飛んでいきますのでぜひ気軽にまあ検討してみてください。今回は以上ですすどううもありがとうございます